プライマーはローラメルシエのハイドレーティングで、雪肌精のおしろい、それと RM 系のクリームファンデーション、アルジェランドオイルリップです。急に動画とかもパッと途絶えてしまったので、みんな何事かと思ったと思うんですけど、1ヶ月、約1ヶ月と2週間ぐらい入院してました。ずっと、まあ、ブログとかインスタ見てくれた方はわかると思うんですけど、切迫早産で1ヶ月と2週間ぐらいずっとベッド生活でした。でもね、最初はやっぱりすごいホームシックになったり、点滴、24時間点滴してるから、その副作用がすごくしんどかったりとかあったんですけど、でも1週間過ごしたらすごい病院が快適になって、だって決まった時間にご飯出てくる、決まった時間に赤ちゃんの心音聞いてくれるとか、体調聞きに来てくれるとかね、ほんまに病気じゃないのに至れり尽くせりみたいな感じやから、ほんまにすんごい楽やった病院が。でもやっぱり何がしんどいって、点滴は私の中では一番しんどかったかなと思います。副作用でまず吐き気があったのと、手の震えと動悸と、何だったっけ、あとでも点滴入れた瞬間から出たのは手の震えでした。もうほんまに手が震えて、もうこんな感じでご飯食べる時とかも全然ご飯が進まなかったです。なんかね、そう、手が震えるし、動悸がすごくて、動くたびに、動かなくてももう心臓バク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 って感じで、すごいしんどかった。あれはびっくりする、ほんまにあんなにしんどいんやって感じ、動悸ってね、本当にしんどかったです、あれは。でも副作用ってみんな出るもので、だいたい3日ぐらいしたら、眉毛ペンシルはメイベリンのものを使っています。ところどころちょっと取れていないところがあるので、細かいところは詳細欄をご覧ください。ご飯がまず食べれない、お腹が空いてるんやけどご飯が食べれない、お腹が空いてるのに食べれないって感じで、でやっぱりね、お母さんが栄養とってないと子供に栄養がいかないから、これはダメだっていうことで、急遽点滴の濃度をね下げてもらったんです、3日目の夜に。そしたらびっくりするぐらいご飯が食べれて、その日の夜で、こんなに違うって感じで、体の痛みとかもそうやし、すっごいね楽になりました、全体的に。お風呂とかも点滴をぶら下げて入らないといけなくて、それも結構ね最初きつかったです。点滴入れた初日にお風呂も入ってって言われて入ったんですけど、もう大騒ぎの感じで入りました。私はもうどうやってまず服を脱いだらいいか、ここに点滴つながってるからどうやって服を脱ごうから始まって、でまあ与えられた時間が夜だったんで、その日は、20分しかなくて、20分で体洗って顔洗って歯磨きして、体洗って髪洗ってトリートメントして歯磨きして服着替えてってしてたら、普通に20分なんてあっという間に過ぎるじゃないですか。それでもうパニックって、どうやって入ろう、どうやって服を脱ごう、どうやって服を着ようみたいな感じで、すごくねテンパりました、最初は。でそっからすぐにご飯が来たもんやから、全然お腹空いてないしっていう感じで、ね、本当に入院初日はみんなバタバタでした。まあうちの親はもう入院するかなみたいな感じで、なんとなく予想はついてたみたいなんですけど、まあね、ダーちゃんとかみんな
全然予期せぬことやったからびっくりして全然頭回ってないし、なんか疲れたししんどいしみたいなんで、結構ねドーンドヨーンって感じでした。相部屋、4人部屋で相部屋やったんですけど、あの私がねゲー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 吐いてて、ナースコールも押せなかった時、向かい側の人がねすごい優しくて、あの押してくれてお願いしますって言ってくれてね、したりしましたけど、ほんまに、ね、大変ですね入院って。もうどうしようもなかった、帰りたくて帰りたくてしょうがなかった。なんか一人で寝るのが嫌とかじゃなくて、ラテのことも気になるし、ダーちゃんのことも気になるし、家のことも気になるし、なんか全部のことが気になりすぎたっていうのもあるし、急に入院ですって言われてなんか頭が追いついてなかったっていうのが多分一番あると思うけど、それでねなかなか辛い1週間を過ごしてました。頭がね下の方に本当にあるから仕方がないんですけど、見えないのは。でも見たかったなって思います。結局退院する日の前日に最後のエコーしたんですけど、それも結局見えずって感じで残念な感じでした、はい。もうあの次の検診がラストのエコーの日なんですけど、もう生まれてくるまでも生まれてくるまで赤ちゃんに何もなければあの、うん、もうエコーは終わりなんですけど、なので次もし見えなかったら生まれてくるまでお楽しみなのかなっていう感じです。まあ、性別はね女の子ってもう分かってるから、なんとなく気はね楽っちゃ楽やしっていう感じなんやけど、やっぱり顔を見てどっちになのかとか言いたいしね、なんかどういう顔してるのか、鼻高いのか低いのかとか、なんかねどういう感じなんかっていうのはやっぱり気にはなりますよねあと病院で結構苦痛だなと思ったのは、あの食事、ご飯があのまずくはないんですよ。まずくはないんだけど、あのかなりの薄味で、結構まあ何病院食やからさ、やっぱヘルシー志向じゃないけど、普段食べてるねあのがっつりした感じとは全く違ってて、へーみたいな感じで、しかも自分のあんまり好きじゃないお魚とかが出たり、お魚とお肉ね交互に出るんですよ。お昼にお肉が出たら夜はお魚とかっていう感じで交互に出るんですけど、もうお肉の日が楽しみで仕方がなくて、で病院であの食べて寝て食べて寝ての生活だったんですけど、その病院食のおかげで食べて寝てのはずなのに全然体重が増えなかった。まあ増えたり減ったりしてたんですけど、その分赤ちゃんの体重も大きくなってるので、実質私が増えたっていうわけでもなくっていう感じで、そうすごいやっぱりカロリーって大事なんやなと思ったし、病院食で出るあの副菜の数、お野菜の数とか小鉢の数がめっちゃ多かったから、こんだけ1日夜とかお昼とかに取らないといけないんやなっていう、改めて食の大切さって言ったらすごい大げさなんやけど、なんかそれが分かってこれからのあの献立に役立てようと思いましたね。私の入院してた病棟はあのなんていうの、分娩室と陣痛室が同じフロアにあるんですよ。で同じフロアにあって、あのまあひっきりなしに妊婦さんがね次々と陣痛室やら分娩室やらに毎日交互にね誰かが行ったり来たりしてるんですけど、あのなんていうの、声がすごい一回そういうところに入院した方分かると思うんやけど、声がすさまじい、みんなの
あの陣痛室に入った人のほとんど陣痛室に入った人の声なんですけど、分娩室の声は多分聞こえてないんやと思うけど、陣痛室で待機中の人の声がもうすごくて、声にならない声を上げてて、あもう無理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 とかっていう人もいれば、もうただただ叫ぶしかない人もいて、まだ前駆陣痛ぐらいでまだね陣痛室に入れない人が旦那さんと一緒にその病棟内をねずっと歩かされるんですよ。それで陣痛が来るたびに痛みがね波になってるから、その痛みが来た時にもうその時その人も声にならない声を上げてなってました。で旦那さんが必死でこうやって腰を押してあげてしてて、やばそうって感じで、その人結局何時間4時間半ぐらい病棟を練り歩いたって、旦那さんと一緒に。でやっとその4時間半後ぐらいに、やっとですよ、やっと陣痛室に入って、そっから多分ねだいぶその人時間かかってると思います。そう、病院である、あのなんていうかな、母親学級みたいなのが、あのうちの病院は必ず参加しないといけないんやけど、それにあのちょうどね入院の日がかぶってしまってて参加できなかったんですよ。だからあの旦那さんと一緒に病棟で看護師さんがやってくれました。で、ね、おむつの替え方と肌着の脱ぎ着せ着脱の仕方とかと、そんなもんやったかな、抱っこの仕方とかを、まあ、教えてくれたりしたんやけど、うん、すごいねやっぱり見てる分には簡単そうやなと思うけど、実際やっぱり難しかった、まあ、お人形さんやったっていうのもあるし、その、あのやる相手がね、でもすごい難しかったです。だから実際は赤ちゃんってもっとゴゾゴゾ動き回るからできるかなって2人で言ってて、難しいな、できるかなって言ってました、はい。入院中はあのテレビもあんまり見れなくて、テレビ見るにはテレビカード買わないといけないから、そこまで見れなかったんですけど、そう後半ぐらいに雑誌をね母に持ってきてもらって雑誌を読んだんですけど、携帯とかも速度制限になってあんまり使えないし、自分で売店とかにも行けないから全然外の情報が入ってこなくて、何が流行ってるとかどういうものが今人気なのかとか全然わからんくて、でね、セールの時期とかも今期は早いって聞いてたから、何がセールされるのか、もう始まってるのか、一体外の世界はどうなってるんやみたいな感じでしたね。まあ私は窓側のあの部屋やったんですけど、だから唯一その窓を開けてあの外の風を入れたりすることはできたけど、それでも病院の中ってすっごいあったかいんですよ。私半袖でいました、ずっと1ヶ月ちょっと半袖で過ごしてました。点滴の副作用ですごい暑いっていうのもあるし、赤ちゃんがおるからあったかくしとかないといけないっていうのもあるし、妊婦さんは体温が高いからそれがたくさん集まっててまた暑いっていうのもあって、めっちゃ暑いんですよ 病棟自体が。だから私は半袖でおったんで、外がどれだけ寒いかとか、どんだけ何どういう格好をもうそろそろしないといけないかとかっていうのもあんまり分からず、お見舞いに来てくれる人の服装とかを見て、あ今日ダウン着てるとか、外歩いてる人見て、あコート着てるとか、なんかあマフラー巻いてるとか、そういう感じでした。ほんまにずっとね一つのところに閉じ込められてたので、どんなもんかわからなかったっていうのがあるんですけど、たまに私がインスタとかブログを更新したらみんなからすごい大丈夫とか頑張ってとかたくさんね応援コメントをいただいたので、そのおかげでほんまに頑張れました。最初は長い戦いになるなと思ったけど、なんとか
無事に生まれずに退院できました、はい、本当にね一時はどうなることかと思いましたけど無事に退院してお家に帰ってきました。1ヶ月半ぶりの家はすっごい居心地がやっぱりいいです。この匂いとかもそうやし、なんか落ち着く、自分のものが家にあったらすっごい落ち着く。でも引っ越しをしないといけないから、引っ越しの準備もやってるんやけど、なんかなかなか進まなくて、ちょっと動いたらやっぱりお腹が張ってくるから、だからなかなか進まないんですけど、はい、もうぼちぼち気合を入れ直してやらないといけないなっていうところです。はい、今日のメイクはこんな感じです。なんかめちゃくちゃ久しぶりにメイクしたから、なんか手順とかやり方とかも全くなんか、あ、次のやったっけって考えながらやったので、結構多分回しちゃってると思うんですけど、よかったら時間がある時に見てほしいです。それよりこの間買ったこのエルフの口紅、デイのやつ、あのさ、お昼と夜の使い分け、ナイトトゥデイってやつかな、 夜と帰れるやつ、色がこれめちゃくちゃいい。私今日夜の方、こっちの暗い方を使ったんやけど、すっごいこれめっちゃ秋っぽい。いやもう秋終わったか、冬か。今から髪の毛とあと着替えします。こんな感じです。これは去年のユニクロで買ったやつで、最後の1個ゲットしたってやつ、イネスとユニクロのコラボのケーブルカーディガンです。サイズがちょっとオーバーサイズやから、めっちゃ多分大きいと思うけど、これはすごく暖かくておすすめの。下は普通に黒のやつやけど、これはこの黒のパンツはマタニティレディースです。とこれはザラで買ったと思います。これね、1枚でも可愛い、形が多分可愛いと思う。こんな感じ、ドルマンっぽい感じに袖がなって、こんな感じで上になってるやつで、中は見えてもいいようにレース着てます。ヒートテックのレースです。靴がこんな感じです。後ろにファーがついてるやつにブルーのレースの靴下を合わせてます。